デイリーマインドセットの音声第十二話耳と耳の間に投資をしろをシェアしますマインドセット心構えはユング心理学十六タイプの正しい認識正しい判断の行動力を高めますマインドセットの力であなたのお金、健康人間関係のバランスの良い望む結果を手に入れてくださいリッツカールトン東京ホテル 心理機能セミナーの無料レポートもブログで提供しています今日の「デイリーマインドセット」ですけど耳耳ととの間に投資をしろということですこれも仙人さんがもう10年ぐらい前に話されて私よく覚えてるんですけどこれ一体どういう意味でしょうか あこれはもう先日の「スキルが最高の資産」ともうあのかなり関連してるんですけど、はい、あのみんなその例えばそのビジネス始めて始めない人もそうだと思うんですけどなんか投資したいとか投資案件はないかなとか言ってますよね、うん、でなんか、はい、あのちょっと稼いだらなんかドバイに投資しようかなとか,あのな,んかこのなんとかかんとかに投資しようかなってなんか投資投資って最近言ってる人多いですよね。 多いですね、そうでそれ聞いていつも思うんですけどあの投資って本当に自分のスキルなんですよでうん、うん、例えばコピーライティングをやっててそれでお金を稼ぎますよね例えば1000万円稼ぎます、はい、でそれでなんか投資案件を見つけようとしてるんですけど僕は1000万円を稼いだそのスキルにどうしても再投資しないんだろうって僕思うんですよ<ー> <laughs> なるほど1000万円を手にする投資なんてほぼないじゃないですかほとんど ゼロから1000万円とかねで,うん、うん、でそれに再投資したらそれが2000万円になるのにって僕思ってうん、うん、どうしてそ,のそこで方向転換するんだろうって僕思ってるんですね常に投資案件とか,なんか不動産とかいろいろってやるのは本当にその後,の後の後の後の話でいいんですねはい、うん、だから例えば僕今あの不動産とかも今やってて、うん、でちょうど先日あのまたアパートを買ったんですよ1棟へえー、<laughs> 大きな大きなってもうあの 6,、えっと、6部屋かな 小さいじゃないですかあそうです小さいんですけどあの結構何ていうか,でかい大きい部屋でそれぞれがあ一つがでかいんですね一つがあの例えば何か,か家族がファミリーがか住めるぐらいの大きさで大きなファミリーがはい、うん、なのでそれが6つ部屋で、まあ、小さな部屋が3つあるっていう、まあ、9個の部屋で結構小さいんですけど、はい、そのアパートを買ってでなんかすごく 買ってなんかそのリターンとか計算するじゃないですか簡単になんかしょぼんとするんですよね僕はなぜかというとコピーを勉強してコピーを書いたらも何十倍にも帰って返ってくるのにアパートとかこういうものって本当に年間何パーセントしか返ってこないとか思ってそうですよね <laughs> そうなのでいやなんか仕方なく投資はするんですけどいろんなことと関連してやってるんで治療ビジネスとかと、うん、はい でもなんかいやコピーが本当最高だなって最近今とは思ったって感じなんですようん私も不動産では結構失敗してもやりませんけど、うん、でアパートもも持っていてい今回の「デイリーマインドセット」の続きで合計6分27秒の中で以下のことが紹介されました平英もさんが不動産投資から撤退した理由投資をするときに 持たなければならない、たった一つのルール、といったものです。デイリーマインドセットは、無意識に私たちの収入、体調、恋人、家族との関係といった生活の結果を変える効果があります。See、Do、Get、サイクルというものがあります。見方が変われば、無意識で行動が変わり、結果も変わるのです。マインドセット、心構えを持つことで、少ない労力で結果を得られます。 今回のマインドセットがあなたの脳神経を刺激して生活を変える重要なキーワードだと感じたら今すぐ名刺サイズの白いインデックスカードにこのマインドセットを書いてくださいそしていつも目につく場所に置いてくださいあるいはカードを財布の中に入れてください財布からカードを読み返し脳にマインドセットをインプットしてくださいこれがマインドセット学習です。 あなたの脳がスルーするなら、今回は紙に書く必要はありません。これからもマインドセットを紹介します。あなたを人生を変えるマインドセットに出会うことを願っています。千人さんプロジェクトと旧インプロビック社の許可を得て、デイリーマインドセットの冒頭3分だけを紹介しています。続きをご視聴になりたい方は、リンク先からデイリーマインドセットを手に入れてください。では、さようなら。 フキユング心理学最新フォーミュラーをご存知ですか ?16 機能の中であなた自身の心理タイプが持つ正しい認識と判断パターンを明らかにすればデイリーマインドセットがより効果的に身につきます。2018年5月141516日にデッツカールトン東京ホテルでユング心理学最新フォーミュラーを学ぶ 心理機能セミナーが行われました心理機能セミナーで公開された内容は自分の才能の強みを発見し収入をアップできます16性格タイプを覚えればビジネスでお客様の購買意欲を刺激できます気になる異性のタイプを見て自分を好きになってもらうこともできますタイプ別に自分に合った健康法ダイエットにも活用できます 人力のセミナーの内容を PDF レポートにまとめています。無料です。レポートをご希望する場合は、リンク先のブログよりお問い合わせください。